こんばんは。あ、すごい星が来た。お久しぶりです。元気でしたか？あ、ちょっとコメントで。あ、来た。あ、ありがとう。ちょっと久しぶりのショールームで緊張してまして、あと何でしょう、この一人っていう孤独感。怖い、どうしよう。お久しぶり、元気？夏バテ大丈夫？夏バテ？5月病？6月か。5月27。あ、怖く。そう、もうすぐだから待ってます。え、大丈夫かなこれ。 とても心配。前髪作りました。どっちが好きですか？あるのとないのとね。やっほー、今日の私服、これはですね、ビスチェにブルーのズボン、ズボンじゃないスカートだよ。そうなんです。でも今やっちゃったけど、実は何日か前から皆さんにショールームで何をやったらいいかっていう案を募集していっぱい答えてもらったので、それを今日はいっぱいやっていきたいなって思います。思うよ。あー、不安だね。あと100個受け取って。受け取る。なんか誰もいないってすごく不安だな。あ、うかすかじのライブ当たったって言ってる人いいな。行きたい。ミスチルさん、桜井さん出るよね。ピース。あー、どうしよう。え、もうやっちゃっていいのかな。一人って大変ですよね。なんかこうショールーム上手にやってる人すごいなってさっき思いました。声聞こえますか？ちょっとちっちゃいかな、ウィンクできないんですよ。あー、どうしよう。え、もうじゃあ始めますね。エントリーナンバーワン、大丈夫かなこれ。改めて自己紹介をしてくださいということでします。どうしよう。はい、東京都出身、21か、今22になる今年の佐藤しおりと申します。趣味は絵を描くこととか、あ、最近そう、久しぶりに絵を描いたんですよ。そう、ボールペンで細かく描くのが好きなんですけど、描きました。久しぶりに描きた、なんか描こうっていうものをが浮かんだので描きました。そうで、あとはカメラをやりだして、でもこれ何年、1年前ぐらいからやってるんですけど、本格的でなんかバンバン撮ってるのは本当2ヶ月前からとかで、一眼レフから始めて、あの欅のなんだアーシャとか撮ってもらってるシントさんっていうカメラマンさんがいて、その人の写真が好きで始めたんですけど、でもそれでもなんかやっていくうちにすごい、カメラって奥深いなって思って、カメラ始めました。これリンパ流れるんで、ここやるとリンパ。意味わかんないね本当に。そうで、カメラを始めて一眼レフから始めたんですけど、なんかこうなんて言うんだろう、
一眼レフって撮った瞬間に画面で確認できて、なんか色もなんか自分で色温度とか触ったりして、なんかこう変えられるのがいいところだけど、なんかもうちょっと、なんて言うんだろう、ドキドキ感が欲しいっていうか、味がある写真が撮りたいって思って、最近はフィルムカメラを始めて、でやっぱりなんかフィルムカメラはこう撮ったらその場で確認できなくて、現像したらやっと初めて見れるっていうのがすごい良くて、そっちの方がなんか瞬間を切り取って見れないけど、後で現像した時にこうね確認できるっていう、なんかその瞬間を思い出せるみたいなのがすごい良くて、最近はそっちの方が好きかなっていうので、新しいフィルムカメラももう一個買いたいなって思って買うつもりです。いえ、そうなんです、着地点が大変だ、これなんか長いの出てくる、いやー、ちょっといっぱいコメント来てる、ありがたいですね、もう本当に。メーカーはニコン今使ってるんですけど、両方とも一眼もフィルムカメラもニコンなんですけど、新しくフィルムカメラはもう一個買おうと思ってます、ね、はい。そう、あとはそう、現在美術大学に通っています。専攻はグラフィックとかのデザインなんですけど、そうね、なんかこう入った時はそれこそ大学生活と欅の両立がすごい不安で、なんかどうなるんだろうなっていう不安しかなかったんですけど、最近は2つやることにも慣れたし、こうファンの皆さんもすごい握手会とかで「いいんだよ、自分のペースでいいんだよ」とか応援してくださるので、どんどん本当慣れてきて、最近本当に欅の活動にも生かせてるなって、やっとなんかこう心が安心してきて、頑張って卒業したいなって思うし、欅の活動にもこう自分が今できることをどんどんやっていきたいなって思って頑張る 頑張るよ、ほんと頑張る、ありがとう、頑張りき、そう葵も頑張ってるしね、ほんと偉い、私も頑張る、で早く、そう最近は早くこう卒業したり、早く課題終わらせて、そういう子の手伝いをしたいなってすごい本当に思いますね。なんか1年先に大学生してるし、なんかみんな頑張ってるからメンバー支えたいなって思います 大丈夫かなこれ、そうなんです、みんな頑張ってるよ あ、どうしよう、そう、あとなんだろう、自己紹介って何言うんですかね、好きな食べ物はカニとパイナップル、オクラ、そう最近カリウム生活っていうのを一日して、カリウムってむくみが取れるんですよ、だからもう本当にアボカド、トマト、グレープフルーツ、バナナ、アーモンド、プルーンとかをひたすら食べる一日をした、最近ちょっと頭おかしくなってきましたね、そう鼻詰まってる、そうなんですよ、鼻声なんですよこれ、でも今期間限定とかじゃなくて生まれつきだっていうことが判明しました。将来の夢は、将来の夢は何だろう、100歳まで生きる、100歳まで生きたいなっていつも思ってて、あと病院に入院したくないので、
自力で100歳まで生きるですね。うん大丈夫かなこれ最近、そう、最近近況報告っていうのもあったので言います。最近の近況報告は、いや、ニジカと、メンバーの石森ニジカとよく遊んでまして、この前は一緒に、あの、私今あれをやらせていただいて、あのプーシキン美術館展の特番とかもこの前出させていただいて、その展示を見に、展覧会を見に上野まで行ったんですけど、2時間もずっと前からあの行きたいって言っててくれて、一緒にやっと行けて、見ました、一緒に。そうで、2時間と遊ぶことが多いです。あと、あのブログでずっと言ってた焼肉にやっと行けまして、2時間と行ったんですけど、もう美味しすぎてちょっとやばかったです。肉嫌いだったのに肉大好きになって、実はそれと、あの2日連続肉焼肉行きました。その次の日も行きたくなって2日連続行きましたいやー、焼肉行こう行こう行こうねどうしよう。プーシキン店のおすすめは、いやー、モネのあの睡蓮、白い睡蓮がもう本当、なんか生で見てもっと衝撃を受けたっていうか、すごい綺麗でびっくりしたのと、あとはもう、あのメインの草上の昼食、すごい大きいんですけど、細々と見ていくと、やっぱ本物って色が全然違くて、やっぱ自分の目で見ないとダメだなってすごい思いました。うん、そうなのよ、そうなんです。プーシキン良かった、見に来ました、見に行った、あ、嬉しい、ありがとう、ありがとうです。絵を見るとき何気にしているの？なんだろう、私結構細かいところを見るのが好きなので、細かいところをすごい見ちゃうな。なんだろう、描写のされ方とか、すごい、ほんと細かい絵って、細かいのに本当になんか写真みたいで、いや、どんな細い筆使ってんだろうとか、いや、なんかすごい不思議ですよね。だからずっと見てられるので、なんか、なんだろう、美術館とか時間があるとき行くと何時間も行っちゃいます。そうそうなんです。テスト頑張って、頑張れ。もうテストか、早くないか、高校生とかか。そうなんですよ、これ可愛くないですか、ちょっとこれお気に入りの服、ここがなんかピューンってなってる、ピューンって。そうなんです。部活でモネの絵描いてる、すごい。見たい、今度見せて。そうそうそう、ありがとうございます、本当に。新社会人にメッセージを、いや、本当に偉いと思います。本当に私最近本当に感じるんですけど、それこそ周りの大学の友達とか、どんどん就活終わったとか言ったりしてたり、いや、なんか私、あの何者っていう映画を見たんですけど、家で DVD 借りて、いや、なんかもう本当にすごいなって改めて思って、こういう就活とかをくぐり抜けて新社会人になってお仕事してる皆さん、本当にすごいなって思います。頑張って、私も頑張る。うん、そうなんですよね。じゃあ次の来た案を答えます。どうしようかな、どうしようかな、どうしようかな。
どうしようかな。あ、美大のこと、美大の雰囲気、雰囲気。そうなんです、今美大通ってて、そう、なんかよこれすごい多くて、美大どんな感じなのとか、美大の雰囲気どんな感じなのとか、どんな授業してるのっていうのが多かったので、ちょっと話したいなと思ってピックアップしました。なんだろう、まずキャンパスは、自由な感じがしますね。それこそなんかいきなりキャンパス内にパッていきなり、もう本当に前日まで何もなかったところにいきなりなんかなんだろう、モニュメントみたいなの立ってたりするんですけど、そう、大学1年生成り立ての時はそれがもう衝撃すぎて、私もうここでやっていける自信ないって思ったんですけど、最近はなんかそれがすごい面白いなって思って、ちょっと寂しいですね、あと少しで卒業っていうのが。そうなんです。あ、2万人いく、もうすぐだ、ありがとう。そう、あとはなんだろう、美大って本当にいろんな科が混ざってるので、大学内になんだろう、グラフィック系もあるし、建築とか、あとなんだろうな、なんか学科の名前言っちゃうとちょっとあれなので、あれなんですけど、ファッション系とか空間系とか、そう、油言ったか、なんか調素じゃない、なんていうの、彫刻学科とか映像学科とかいろいろあるので、なんだろう、授業なんか頭の方の授業は、頭っていう学科の授業は、全なんていうの、全学生なんかもうバラバラに受けてるので、いろんな科の人と触れ合う機会が多くて、すごいなんか、あ、こんな違う科の人ってこういう感じなんだとかも分かるし、本当に自由なので面白いですね。うん、だから本当大学のキャンパス内で、私の学科は結構パソコンとかなので部屋の中ですることが多いけど、そういう彫刻学科とか物作る系の学科の人は普通にキャンパスのところでこう制作してたりするので、それもなんか、あ、こういう風にこういうの作ってんだとかを見ながら、なんかキャンパス内歩くのも面白いし、うん、不思議です、慣れちゃったけど。でもあと大学内に美術館があったりとかします。そう、2万人ありがとう、ありがとうございます、ありがとう。そうなんです。ありがとう。美術館は行けます、もう自由に入れるのでいつでも見れるし、あと図書館がすごい綺麗なので、図書館でずっとなんか授業の時間間空くときとか図書館行ったりします。そうなんですよ。どうしよう、読書してます。今読書しますって今来たんですけど、読書今久しぶりに始めて読んでます。ナラタージュ読んでる今。そうなの、美大の図書館変なネタ多いのかな。でもなんかいろんな、本当にだからその科がいっぱいあるから、学科がだからその全部の本が置いてあるから、建築系の本もあれば、そういうグラフィックの本もあれば、なんだろう、本当にもうなんかどんだけ本あるんだろうってぐらい見渡す限り本みたいな、すごいです。うん、楽しいよ。レポートのコツ教えてって見えた今。教えられないよ、なんだろう、私もちょっと本当にギリギリでやってます、頭が弱いので。なんだろうな、
授業を聞くこと大事だよね。でも授業聞くの大変なんだよな、ね、頑張ろう一緒に。私もあの本当に締め切りギリギリタイプだからできる。なんだろう、就活の、頑張って本当に、もう偉い、本当にもうしてるだけで偉いって思った方がいい。そう最近、そうなんか最近っていうか昨日ぐらいにすごいいいなって思った言葉があって、もうそれがずっと心に突き刺さってるのでちょっと言いたいなって思うんですけど、あの何だったっけ忘れちゃった、何だっけ、ちょっと待ってくださいね、何だっけ、ど忘れしちゃうんです最近、なんか年かな、あ、なんか自分の、なんだっけ、自分ニュアンスでいいですか、ちょっと忘れちゃったんですよね。自分の限界を自分で決めるなみたいな、なんかなんて言うんだろう、自分で限界を決めてしまう、限界とか目標とか望みを高くしちゃうと、それを超えるために自分こんなことしなきゃとか思ってるうちに自分のできることを忘れがちっていうか、だから一回諦めると自分の強みが分かってくるよみたいな、そういうニュアンスの言葉があって、確かにみたいに、なんか頑張りすぎてると、上を目指しすぎてると、そのそこに行かなきゃっていうことで、なんで自分はここの目標まで行けないんだろうとか、すごいそこばっか気にして、なんで自分はできてないんだろうっていう、できない自分ばっかが自分の中で気になってきちゃうけど、でもそれをなんかあえてもう取っ払うじゃないけど、いや別にできなくていい、できなくていいじゃないけど、なんだろうな、ちょっとそれをなんか設定を低くするじゃないけど、そうすることによって自分はできないってあえて思ってれば、できた時にちょっとの小さいできたことでも、あできたみたいな大丈夫ですかこれ、着地しないんですけど着地ができないんですよ、ね、刺さってないやん、確かに刺さりました。でもそうなんです、だからそう大丈夫できるって思うこと、ん違うか、はい以上、うん、すいません本当に。でもなんかすごいいいなって思ったので、なんかまたその言葉載って、あっ載ってる本があって、びっくりした今落としましたね、なんか大きい音、載ってる本があったので、それちょっともう一回見つけて皆さんに教えます、ブログかなんかで。はい次、次なんだろう、あこれやりたいなって思ったんですけど、何でもベスト3、リスナーに質問してベスト3を答えるっていうの。だから例えばあの今こうやってコメントしてくれてるみんなが、例えば好きな食べ物ベスト3は何ですかって言ったら、っていうのが来たとしたら、私があそれいいって思ったらそれを言うみたいな。だから皆さんにベスト3の題材をコメントで今送ってもらうっていうやつ、いきます。好きなお寿司ベスト3、寿司、お寿司はちょっと1位から言っちゃいますね、1位カニ、2位ネギトロ、3位アナゴです。はい次、今の楽しみベスト3、今の楽しみベスト3か、あ難しい、ですね、1位写真を撮ること、2位なんだろう、人と話すこと、3あ本今読んでるそのナラタージュです。今のところここ数日はそれ、次あ早いな好きな欅の歌ベスト3は、1位二人セゾン、2位制服と太陽、3不協和音。はい好きなミスチルの曲ベスト3、あー難しい、これ一番難しいな、難しいですよね、ちょっと待ってくださいね、私永遠なんか日によって変わるんですよ、あのなんて言うんだろう、その日の気分によって変えるんですけど、でもプレイリスト
ていうか、なんだろう、自分の携帯にいっぱい曲が入ってて、それがなんかもうやばい数入ってるので、それを毎日シャッフルしながら聴いてて、今好きなベスト3は、でもあー難しいな、ちょっと待ってくださいね、どうしよう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 、1位もっと、2位、どうしようどうしよう、光のアトリエ、3位、ちょっと待ってくださいね、難しいな、あでも最近名もなき歌ですね、はい、それです。わかるって言ってる人いる、嬉しい、ありがとう。いや本当に握手会とかでも、そう、ミスターチルドレンさん好きな方がいっぱい来てくれるようになって、すごい話せて嬉しいです。どうしようかな、イノセントワールドいいですよね。そう、好きな歌手ベスト3、1位ミスターチルドレンさん、2位、2位、あー難しいんだ今、2位は、どっち、でも2位と3位はもう同じレベルですね、 LOL さんとスキマスイッチさんです、はい、あとは最近オールタイムローさんっていう外国の方の聞いたりもしてます。そうです、好きそう、おお、ありがとう。スクショタイム、スクショタイムしますか、じゃあどうしよう、何がいいかな、じゃあ久しぶりにこういう時じゃないとしないやつします。握手会とか絶対恥ずかしくて1時間半耐えられないので、今しよう、はい、あ、こうじゃない方がいいか、二つ結び、はい、でもなんかこれ違うって言いますよね、この高いのがツインテールだよって言われたことあるんですけど、高いのはちょっとね、いつかやりますね。もっと上って、はい、以上はい、以上です。ポニーテール、ポニーテール、ポニーテールって好きなんですか、男の人、いいですよね、でもポニーテール私も好きなんですよ、ポニーテールは全然いつでも OK って感じ、はい。はい、以上です。ウィンクできないんですよ。いや、そうですよ、お祭りの季節、つい先日、昨日かな、お台場で花火が上がってたみたいで、いやー、ちょっと頑張れば見れそうだったんですけど断念しました。でも今年も絶対行きたいなって、そう、浴衣の季節ですからね、そう、7枚目の個別握手会は絶対浴衣着ようって思ってるので、よかったら見に来て、浴衣の時とかね、めちゃくちゃあげるから、ポニーテール、ポニーテール熱くなるとよくします、
何にしようかな。ショート似合いそう。あ、ショート今したいんですよ。でももうちょっと最近髪型変えすぎてて、ちょっとあれだなって思うのでやめようって思ったんですけど、あと最近欅短くした子が多いので、ちょっと私は切るのはやめようとは思うんですけど、でもセゾンの時の髪型とかたまに戻したくなりますね。やりたい。ショートやめてって言ってる人いる。じゃあやめる。焼肉の好きな部位、私本当にこれを食べて焼肉が好きになったっていうのがあるんですよ。それが1位なんですけど、1位ミスジ、2位ハラミ、3位カルビかなです。あのなんかまだあのそのホルモンとかちょっとまだ挑戦できないんですよね。そう、ハラミいいですよね。ハラミの塩に今ハマってます。ハラミってなんかカロリー少ないらしくて、ニジカに教えてもらった。そう、ニジカと焼肉行って、いやニジカって本当優しいんですよ。本当ニジカ見てる？ちょっとニジカニジカ見てて。ニジカ、ニジカのそう焼肉行った時焼いてくれるんですよ。本当に私その焼肉まだそのデビューしたてで、ちょっとどんぐらい焼いたらいいんだろうとか分かんなかったりしたんですけど、ニジカ大丈夫、私焼くの好きだからみたいな、もう好きってなりました。本当に好き、本当好きだよニジカ。今度2人でやろうって話してるからやる、見ててニジカ今日2時間って何回言ったんだろう。そう焼肉デビュー、そうなんです。肉が嫌いだったのでずっと19年ぐらいだから、最近やっと焼肉から入って、ああいけるって思って肉食べれるようになりました。唐揚げとかも食べれるようになりました。そうなんですよね。2時間に電話したいけど多分なんか何してんだろう今みんな。あ、今日誕生日おめでとう、ありがとう見てくれて。何歳？いいねいいね。お肉苦手って言ってる人いる。そうね、ちょっと分かんない時は本当分かんないんですよ。私も美味しい、みんなが美味しいって言ってるけど、何をもってこれが美味しいんだろうってずっと思ってて、なんでこの肉の旨味が分からなかったんですよ。なんか、うん、香る24歳学生、あ24歳先輩だマメガッパ、そろそろ3万人、あありがとう。今みんな何してるんですか？ご飯？ご飯中？ご飯中かな。今何してるの？帰り道のチャリ、おーチャリ、ポテチ食ってる、あーいいな。カレー作ってる、あいいな、カレー好きなんですよ最近。ほんともっと好きになってカレーが、なんかいいですよねカレー。スープカレー今度食べたいなって思うし、カレー食べたいなふふふ
何にしよっかな。え、じゃあ次のやつ答えます。高校時代何してたか。高校時代はもう美術大学に行こうって決めてて、美術系の高校に入ったので、なんだろう、美術の授業がとりあえず楽しくて、デッサンとかやってたんですよ。それこそ石膏デッサンとか生物デッサンとかが授業であって、それやったり、あと絵の具使ったその平面構成みたいなやつの授業とかもあったので、なんかそれがひたすら楽しかったのと、高校1年生から美術大学行くための美術予備校に通ってたので、予備校行ったり、なんか本当に友達と遊ぶとかよりもそういう趣味に没頭してました。なんかすごいさっきから音するんですよね。そう、あ、3万人ありがとう、イエーイ。日曜日3万人も見てもらってありがとう、ありがとう。落ちすぎ、ごめんなさい、本当に、うん、ありがとう。3万人も集まってくれて大丈夫かな。じゃあまたなんかしよっかな、3万人記念みたいな。何がいいですか。タイ料理食べました。いいな、タイ料理好き。何、何する何する、何する、何する。投げキッス。はい、ひょっこりはん。わかんないんですよ、私ひょっこりはん。そう、ちょっと勉強しますね。上目遣い、上目遣いってこう下から上目で見るってことですよね。はい、サッカー好きです。サッカー大好き、頑張ってサッカーしてる人。いやでもなんか最近本当に思うんですけど、なんか一つのことをしてる人は本当すごいなって思うので、その一つのことが何にせよ、今勉強中だとか、例えばそれこそサッカーとか運動、勉強、運動、何でもいいんですよ、自分の趣味とかでも。でもなんか一つのことを自分でこう頑張ってやってるのって本当に素敵な素晴らしいことだなって思うので、私も頑張る。だからなんだろう、不安になってもそれを一つやってるっていうだけですごいから、すごいってこと。来週子役ありがとう、待ってます。何着よっかな、何着よっかな、何着よっかな、何着よっかな。ショーパン、ショーパン、ちょっともうちょっと暑くなったらがいいですね。ショーパン、浴衣は着る、7枚目。だ、時期がちょっと次だと早いので、もうちょっと後がいいなって思って、そう、すいません。今日の服さっき紹介したんですけど、これが好きなんです、このここのやつ。そう、ウェディングドレスは大事な時ですね。なんだそれ。
どうしようかな、何しようかな。あ、ニジカから連絡来た。やったー、ニジカ見てる、今度一緒にやろうね。やったー、うわーいって送ろう、うわーい。すごっ、嬉しい、嬉しい。ありがとう、にじか。呼ばれてる気がして、ありがとう、にじか。嬉しい。いや、面白い、これちょっと嬉しいな。そう、にじかと食べたいものリスト作ってどんどん制覇していく予定なので、乞うご期待。彼女みたいって言われた、にじか、どうしよう。そう、かき氷行きたいんですよね。かき氷、かき氷行こう。こういう椅子めっちゃ好きなんですけど、分かる人いますか？こういう椅子って、あの、小学校中学校の時って椅子固定のやつだったじゃないですか。だからこういう椅子にずっと憧れてて、回る椅子って特別感があるなって思って、回る椅子大好きなんですけど、超目回る。あ、ダメだ、ちょっと目が回った、やばい。そう、わかる、わかりますよね。すごい特別感があって、そう、いいなっていうやつ。なんか前髪がダメだもん、ハゲみたいになっちゃう、ここハゲてるみたい。ああ、そう、コンピューター室だから、コンピューター室めちゃくちゃ特別感あって好きだった。そうなのです。何フェチ？何フェチ？腕フェチですね、腕。ここの筋とか好きです。あと何だろう、フェチ難しいですよね、フェチって。うん。そう、桜井さんの腕、そう、何時までやるか決めてないんですけど、1時間経ったのかな、経ってないか。うん、そう、でもこう早いですね、時間経つの早いわ。もう50分か、早いな。何してほしいですか？あ、もう一個答えよう。そうだ、でもいっぱいあるんですよ、今このリスト送ってもらったやつ。ショールーマン、上から行くか。海行きたいか、夏は何したいか。海行きたいです。それこそ本当にニジカと話してました、最近湘南行きたいねって。海綺麗なとこ行きたい。そう、なんか海、綺麗な海の、海外の綺麗な海とかめちゃくちゃ調べてて、行きたいなってすごい最近思うんですけど、海外だとちょっとレベルが高いから、東京の綺麗なとこから攻めようと思って。海行きたい。夏は何したいか、夏はバーベキューとかき氷食べて、花火見て、映画見て、なんだろう、夏、夏って何、夏何するんですか、皆さん。夏といえば何ですか？
あ、沖縄行きたい。沖縄行きたい。沖縄ね、ライブとかもしたいですよね。本当に川釣り、あ、釣りめっちゃ好きですよ。釣りおじいちゃんとよくやってたんですよね。そう、年に1回はやってたので釣りやりたい。そう、海フェスとか、川をフェス、かき氷、何釣ったの？何だったっけ？何釣ってたんだっけ？忘れちゃった。タイって釣れますよね。タイ食べた記憶ある。なんかその場で焼けるところがあって、そこで焼いて食べてました。その場で。アユかもしれない。アユなのかな。はい、じゃあ次の質問答えます。ホームシアターはどんなのにするのか。そう、ホームシアター今作りたくて、って言ってもなんかそんなすごいのじゃなくて、プロジェクターとかスクリーンとか買って、部屋の中でこう見たいなって映画とかのを作ろうとしてて、それこそ大学に詳しい、そういうの詳しい子とかいっぱいいるので、友達に聞いたりとかして、そう、今揃えようってやってます。そう、大学で本当にいろんな人いるので、自分が知らない知識とか教えてもらえたりもするから、そこがなんかいいなって思います。何に答えよう。ヨジヤマモト好きですよ。ヨジヤマモト大好きです。よく見に行きます、服。じゃあ次のに答えますかね。次の、将来どこでどのような暮らしがしたいか。難しいですよね、将来。もうでも幸せならいいやって思います、最近は。あまりなんか多くを望まなくなってきましたね。なんだろうな。ですね。次。どうしようかな。どうしようかな。女の子がファンでも嬉しいですか？嬉しいです。めちゃくちゃ嬉しい。そう、女の子のファンの方の握手会で、その日私がしてるお化粧の、今のこのリップ何使ってるのとか、アイシャドウ何使ってるのって聞いてきてくれる方も多くて、言ったら次の握手会で本当に同じのつけてきてくれたりとか。いやー、嬉しいですね。そう、嬉しい、ありがとう。本当にもうちょっとなんかいろいろ発信したいけど、発信しよう、私服とか。
今使っている化粧品、一番今ハマってるのはベアミネラルのグロスです。これめちゃくちゃいいんですよ。ハワイで買ったんですけど、いいのかな、出してわかんないわ。ベアミネラルのグロス、グロスですとかですね。うん、ハワイ最高でしたよ。ハワイはもう、でも今ニューヨークとかも行きたいですね。なんかそうそう、アートナイト行ってきて昨日、今六本木でアートナイトやってるんですけど、アートナイト行ってきて、いろいろ作品とか見てきて、で今写真ギャラリーで、そこのギャラリーで写真の展覧会をやってて、それにそれがすごい見たくて行ったんですけど、もう本当に素晴らしくて釘付けになりましたね。だからなんか私も海外行って写真撮りたいなって思いました。すごい、うん、行ったの？ずるい。いいないいな。そうなんですよ。できました、写真都市展。あ、皆さんエッシャー展も始まるのでよろしくお願いします。そう、コメント出させていただきました、ホームページに。あとプーシキン展も今ちょうどいいじゃないですか、もう夏とかも絶賛やってるから、一回見てみてください。なんかすごい見やすかったし、めちゃくちゃ綺麗だし、なんかほんといい作品ばっかで、なんかフロアごとにもう絵のタイプっていうか分かれてるので見やすいし、おすすめですね。あと水谷豊さんが音声ガイドやってるので、それをつけて作品の解説してくれるので、自分の今ここを見てるっていう絵の前で番号をこうやって教えてくれるのでおすすめ。そうなのです、相棒大好きです。相棒、水谷さんかっこいい。早い早い。そうだから今佐藤しおり店はっていうコメント見つけたんですけど、私もなんか絵いっぱい貯めて、写真とかも貯めて、いつかなんか人生の目標なんですよ。大学入った時とかから思ってたんですけど、個展やりたいなって思ってたので、いつかやりたいなって思ってるので楽しみにしててくださいって言ってもできるのかわからないけど、でもちゃんと自分で作品は貯めなきゃなって思うので、やるってなったら来てね。なんかそういう、なんか欅のメンバーとかも何人か写真集とか出してるけど、私なんか作品と写真混ぜたようなのとかもいつか出したいなって思います。写真集なんて言うんだろう、そういうの、わかんないけどですね。そう、伊藤真理香さんみたいにすごいですよね、個展やってて。そう、今あったな、奥山さん、写真カメラマン、写真家さん、今ポカリスエットの写真の写真集出してる方なんですけど、奥山さんの写真もすごい好きで、最近ほんといろいろ見てます。
ですね。よし。そろそろですかね、これは。8時になりました。まだいっぱいあるんだけどな、答えたいな。行ってみたい海外、イギリス、アメリカ、オーストラリア、もう一回ハワイ、カナダとかです、今は。フィンランド行きたい。フィンランド行きたいですね。フランスも行きたいですよね。フランスもいいな。それこそあのこの前フランス料理をあのそのプーシキン店の特番でいただいて、吉野タテルさんシェフが作ってくれたやついただいて、すごい美味しくて感動しました。本当に本場のもだから食べてみたいなって思いました。すごい。ルーブル美術館とか行きたい。留学で9月からオーストラリア？オーストラリア？いいなぁ、行きたい。行きたい行きたい。そうですね、今日はケア掛けなので見てね。ケア掛け、私が黒髪にこの髪型にして初めての放送なので見てください。ではでは、そろそろですかね。そろそろですかね。そう、海外行くなら長く行きたいですよね。1週間とか。とか。とか。そうですね。もうすぐ4万人の方が見てくれるので、4万人いったらやめようかな。キリが、私こう終われないんですよ、こういうの。どうやってどういうタイミングで終わればいいのかが分かんないから、あと少し答えて終わりにします。ひらがなちゃんたちが舞台をやったけど、しーちゃんはやってみたいってのをいただきまして、いや本当に見に行かせていただいたんですけど、すごい良くて、だからやりたいです舞台、本当に思ってます。最近なんかそういう演技とか演技とかすごいやりたいなって思いが強くて、だから舞台とかいいなって思いました。舞台って素敵だなってずっと思ってるので、いつかやりたいですね舞台とか、またドラマとかもやりたいし、うん、やりたいです。あ、もうすぐですね、4万人。じゃあ、とラストかな、この質問が。どうしよう、選べない。選べない。